はい、4日間ともいい感じで走れました。じゃ満点です。今日と同じのでいきます。特に何もやらないと思います。一生懸命頑張ります。もう完璧ですね。もうこれ以上ないですね、まあ、スタートも切れてくれてて、なんかタイヤもちょうどまあいいのがあって、なんとか頑張れましたね。なんか信じられないですね、はい、明日のタイヤは今日のがもうさすがに低いんで、まあ今探してちょっと迷ってるんですけど、ちょっといいタイヤがないんで、その辺がちょっと心配ですけど、まさかここまでくれると思わなかったんで、明日は一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。日に日に良くなっていると思います。スタートはかなり切れてる方だと思います。ちょっと今日でいいタイヤは全部使い切っちゃったので、できるだけいっぱい当てて一番良さそうな初乗りのタイヤになると思います。明日は 10m オープンなので先手必勝の走路になると思います。川口勢として盛り上げられるように一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。エンジンは、4日間とも、なんなら前節から、いいと思います。今日クラッチ周りのパーツ変えたら自分なりにはすごいいいスタートが切れました。今んとこは、いつもの整備とあとタイヤをしっかりすることを最優先にやっていきたいと思ってます。新しく一から作り直して、一番いいもので明日は行きたいと思います。ちょっと、レースで迷惑かけちゃったんですけど、優勝戦乗ることができたんで、明日もやる気元気水木で、真剣勝負していきます。応援よろしくお願いします。ちょっとなんとかしのげたっていうぐらいでの優出なので、下回りまで整備をしてロッド交換しました。今日やっと切れました。ちょっと今日当てたタイヤがドドドが結構ひどく来ちゃったので、ちょっと考えどころですね。明日また練習しながら考えます。暑い川口ナイターですけども、明日もトップスタート切って逃げ切り目指しますので、応援よろしくお願いします。ベッドオンミー。久々の、ショーンマフラーでだったんですけども、まあ、最初なかなかうまく調整いかなくて、日に日に尻上がりには良くなってきました。スタートも小温だと、自分の切り方が合ってるのか、いいと思いますね。今日ので、もう1日行こうと思ってます。あまり悪い状態でないので、微調整で今のところ行こうとは考えてます。明日も、スタート決めて、優勝できるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。昼間の練習はすごい滑るんですけど、レースは、まあ、昼間よりは滑らないので、まあ、なんとか、滑らさずには走れてます。切れてる方だと思います。タイヤはもう今日2着で粘れたのはタイヤのおかげで、試走2球出たのもタイヤのおかげなので、今日のタイヤでいくと思います。下回りして、クランクとか点検して、大丈夫そうならメタルだけ変えていきたいと思います。昨日今日って、2着が続いてしまっているので、明日はしっかり1着で優勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。2日目にすごく苦戦してしまったんですけど、なんとか昨日から持ち直すことができたんで、まあ、今日も1着取れてすごく嬉しいです。タイヤは、まあ、今日のはいいやつだったんですけど、明日当ててみて、はい、考えます。まあ、全体的に少しずつ良くなってきてるんで、まあ、同じじゃつまらないんで何かやっていこうかなとは思ってますが、考え中です。まあ、明日も優勝目指して一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。